じゃあ今からソニーのサイバーショットの、動作確認を行っていきたいと思います。まずは電源を入れます。ちゃんと緑のランプ点灯しました。液晶表示の方もきちっと横に映っております。では次にシャッターを切ってみます。フラッシュの方もきちっと自動でオープンです。ちゃんとシャッターを切った時にフラッシュの方も自動で点灯するようになっております。